皆さんこんにちは。遠藤です。今日のポイントはせめぎ合いです。ということで、6月25日木曜日、今日の取引が終わりました。今日の日経平均株価終値は22,259円79銭、昨日比マイナス274円53銭と続落という形で終わりました。一日の流れを確認してみますと、こちらからですね。調整の始まりなのでしょうか。とも言えるようなアメリカ株安の流れを受けたマイナス246円スタートですね。マイナススタート後は買い戻されて、前日終値を目指すかのような動きが見られましたけれども、その戻りは弱く、22,400円付近では戻り待ち売りに押され22,200円を割り込む場面、こちらですね、がありました。で、後場ですね、前場の、下値支えは見られるものの、前場高安の中をですね、こう揉み合いながら推移して、終値ベースにて25日線を割り込まずに終えたということになります。25日線を終値ベースで割り込まずに大引けを迎えたと。で、ポイントとなります、このせめぎ合いについて、このローソク足、見ていただければと思いますが、前日もそうですね、せめぎ合いがありました。始めると終値、ほぼ一緒。今日もですね、若干ちょっと幅はありますけれども、ほぼ似ている状態ですね。寄り値と終値が似ている状態ということになります。で、ニューヨーク市場の大幅な下落、昨夜710ドル安と、大幅安ということで終えましたが、ニューヨークの株安とですね、比較をしますと、売り物に乏しかった感がですね、否めません。25日線どころ、こちらですね。で、あと、その下に2万2000円どころ、その下にはこの200日線もあるんですね。これらも控えておりまして、それらの下支えでしょうか。支える強さが見られた位置に立ったように感じます。とはいえですね、海外投資家を中心とするであろう売り物に対して、下値では日銀法などの買い支え、これが待機している状況でですね、この軟調な展開の中でも買い方と売り方のせめぎ合いが見られたと。この流れが明日以降も継続していくのではないかというふうに見ております。以上からですね、明日以降の日経平均の上下レベルとしましては、上値メドは6月9日につけた高値23,185円85銭。そして下値メドは2万2000円の頃まで。さらに割り込んだ場合には200日線までと見ております。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録、ぜひ高評価ボタンを押していただけましたら幸いです。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは失礼いたします。